あのどうしようって思うからパニクる、うん、だけで、どうしようって思わないことが大事なんですよ、意外と。まあいっかっていう、うん、まあなんかなんとかなるかっていうところで、もうもっと気楽に、本当にそう楽に構えるのがいいんですよ。どうしよう、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようっていうところのあのってあると思うんですけど、例えば俺も仕事とかであるんですよ、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようって。でその時に結局こうなったらこうしようっていう対策をいくつ持っていけるか。例えばじゃあ明日プレゼンですっていう、明日仕事でプレゼンがありますってなった時に、こういう質問来たらどうしよう、ああいう質問来たらどうしよう、こういうふうな突っ込み方されたらどうしようっていうのを全部用意していくんですよ。転ばぬ先の杖じゃないけど。で、あこれやべえかな、あれやべえかなっていうのをいろいろいくつもこう想像して、その中でそうなった時にじゃあどうするか、自分はどう動くのか、何を発言するのかっていうことをシミュレーションするんですよね、頭の中で。でそのシミュレーションして、事前にシミュレーションして、それを全部、こうなった時はこうする、こうなった時はこうするっていう対策を持ってれば持ってるほど、まああとはなるようになるかとしかならないんで、自分のできること、自分の考えうることすべてを出して、でそれでそれ以外の突発的なイレギュラーのことに関して、まあそうなったらしゃあなしだなっていう、諦めるっていうさ、っていう気持ちの切り替えが大事だったりするんで、基本的に人間は失敗する生き物だと思った方がいいです。失敗しちゃダメだって思うから、だから自分にプレッシャーがかかるんですよ。少なくとも俺はめちゃめちゃすげえ人たちをたくさん見てきたけど、みんな失敗してるよ、やっぱり。そんなすごい人たちでも、だから失敗するんですよ、みんな、うん、100% 失敗するんで。落ち込むっていうのは自分がそうできると思ってるから失敗した時に落ち込むんですよ。それって俺の中で失敗した時にへこむ人って、うん、俺の中でね、割と失敗した時にいちいちへこむ人って、すごい自分に対して過大評価しすぎなんじゃないかなと思ってて、俺は基本的に、俺なんてクソみたいな人間だからさ、ね、俺みたいな人間って失敗して当然だと思ってんのよ。てかむしろ俺なんか成功することの方が少ねえなと思ってて、俺ごときなんか。だからまあどうせ失敗するだろうなっていうさ、ところで分かってるからさ、だから失敗しても、ああやっぱ案の定失敗したかっていう程度で終わるんだよ。だから別にいちいち失敗してもへこまないっていう、っていうかへこんでる暇がないというか、そんな余裕ないしっていう、うん、へこんでる時ってさ、大体完全に自分の歩みが止まるのよね。もうそのことがずっと頭の中にこう浮かんできて、失敗したことが浮かんできて、ずっともうそこから他のことが手につかなくなったりとかっていうことがあると思うんですけど、失敗するのが怖いって思うのは大事、うん、ただ失敗するのが怖いと思ってるだけなのは無駄。それだったらそんな気持ちは捨てた方がいい。失敗するのが、俺も失敗するのが怖いの。だ失敗するのが怖いからこそ、その、じゃあ例えばね、さっきの話で言うと、じゃあ明日プレゼンがあります。そのプレゼン絶対俺は落とせません。ね、失敗したらその仕事落としちゃいます。怖いです。それは怖いじゃん。だって俺生活に直結してくるわけだから。ね、俺が仕事取れなかったらさ、それでもう会社は下手するとさ、傾く可能性あるし。ね、それがでかい仕事であればでかい仕事であるほどじゃん。ね、で、結局、失敗するっていうことってやっぱり怖いんだけど、じゃあ失敗するのが怖いからってそこで立ち止まってたって、ただただ時間が過ぎていくだけの話なのよ。じゃあどうするか、失敗するのが怖いからこそいくつもパターンを用意してそのプレゼンに俺は向かう。
このパターンで行った時に、なんか変なツッコミ入れられたら、こういうふうに返す、こういうふうに返す、こういうふうに返す。事前にその予想される質問の種類を山ほど出しておく。で、それで、あ、このアプローチの仕方がダメなんだったら、このプレゼンのこれがダメだったら、じゃあ実はこういう方法もありますよっていう方法を、俺はいくつも持っていく。最低でも3つぐらいは持っていく。で、最悪これがダメだった時に、あ、実はでもこういう見方もあるんですよねっていう別の、こう、提案をして。っていうことを3つ4つ持ってるっていう。だから失敗することが怖いからこそ失敗をしないような対策を事前に練ってそこの現場に向かうっていう。ビーガンたるもの、お前雨水以外飲むなバカ。動物はかわいそう。植物だってな、もしかしたらお前痛みとか感じ取るかもしれねえけど、どうすんのそれ。マジ、もしそういうのが今後判明したら、もうビーガンは水しか飲むな。雨水しか飲むな。マジで。でもその雨水の中にも微生物がたくさん、いるからね。だからもう何も食うな。マジ。ビーガンの奴らは。何も食うな。バカが。そう。意味がわかんない。なんで動物だけかわいそうになるのかわかんない。だって花を踏みつけてさ、潰しちゃったらさ、うわ、花かわいそうやなって思わない。それと同じなんだけど、なんでお前野菜に関してはそのお前心を分けてあげないの？意味がわかんないんだけど、動物だけダメとか言ってさ、いや、植物だってお前花が咲いてさ、ね、その植物をさ、餌にしてさ、生きてるさ、生き物だっているわけでさ、その生き物たちをさ、のし、餌をお前食っちゃってんじゃん、お前。だからもう二度とお前たちビーガンなんていうものは飯を食うな、マジ。バカが。本当に。なんで動物限定でお前かわいそうになるんだよ、お前バカがよ。植物だってかわいそうやろ、お前。あおっか。どうかしてる、マジ。ビーガンの言ってることがマジどうかしてると思ってる、俺。本当に。そもそも考えを改めて今まで殺してきちゃった分ごめんなさい。で、今からその代わりもう、動物を食べないようにしますよ、みたいな。そういうこと？多分。ただ、じゃあ、でもじゃあ野菜とかフルーツとか食ってるわけじゃん。ね、で、フルーツだけだったらわかるの。ベジタリアンとかをさ、こう分類していくとさ、こう突き詰めていくとさ、最終的にウォータリアンになる話したじゃん。肉を食べませんっていうところから始まってって。で、じゃあ、魚も食べません。で、野菜だけです。で、それをもっと極めると、根菜だけです。根っこだけね。土より下にあるものだけですっていう。で、そう、根菜だけになって、で、その根菜から今度さらにまた極めていくと、フルータリアンってなるのよ。そのフルータリアンっていうのは何かっていうと、フルーツ。で、特にフルーツの中でも、こう、フルーツがなってもいだものじゃなくて、フルーツが自然と熟して落ちるやん。その落ちたやつしか食わないっていう。だってそれはもう完全に命として切り離されてるでしょ？みたいな。そういう考え方らしいんだけど。で、その中でさらにまた極めていくと、ウォータリアンっていう、もう水しか飲みませんっていう、そういう風になっていくんよ。極めていくとね。でね、俺ね、ビーガンとかベジタリアンの気に食わねえところは、いや、お前がそれをね、てめえの意思、思想でそういうのをやるんだったら別にいいんだけど、普通に肉食ってる人のことをさ、なんか、うわ、もう肉食ってるやつなんてマジクソだわ、みたいなさ、なんか、動物がかわいそうだとは思えないの？みたいなこと言うやついるじゃん。マジキモいんだよね。うるせえ、黙ってろ、お前。バーガー。なこと、お前。はっきり言うけど、そんなこと思ってない。牛肉食うときに、豚肉食うときに、鶏肉食うときに、動物かわいそうだわ、ごめんなさいって思って食ってない。慣れてしまった。本当は良くないけどね。ありがとう。いや、てか、ごめんなさいじゃなくて、ありがとうだけどね。ありがとうなんだよ。そう。ごめんなさいじゃなくて、ありがとうでいいじゃん、別に。俺はそれでいいと思ってるし。そう。いちいち、肉食うときに、その、牛だの、馬だの、牛だの、豚だの、鶏だのっていうのが頭に浮かんできてねえよ。そう。浮かんできてねえから食えてんだよ。それがいちいち浮かんできてたら、お前、食ってねえ、食えてねえわ。マジで。で、その、どう、ね、命を俺に、ね、食べられることになった命にもいただきますだし、作ってくれた人にもいただきますだからね。それは。そういうことやで。マジで。そう。だからもう何も言わずに飯食うのやめよう。本当に。いただきます、ごちそうさまはもう最低限だから。
一人で飯食う時でも俺は言うから、うん、そうっていうね、あ、そういうことやで、うん、じゃあ何お前サバンナ行って、サバンナ行ってお前ライオンにお前肉食うのやめろよ、その動物かわいそうだろって言うんか。それが動物の常なんだよハゲ、本当にしょうもね。ライオンにお前全員お前ビーガンになってくださいって言ってお前一人一人お前一頭一頭にお願いしていくんか、っていうかしてけよ逆に、うん、なんでお前人間にだけお前強要すんだお前ハゲ、うん、アホか、うん、全部がそういう風にできとんだお前、それが食物連鎖ってやつや、お前小学校義務教育お前受け取らんのかお前マジで、うん、別にお前がそのね、その主張でそのね考えでそれで肉を食わねえっていうのは別に文句は言わねえ俺は、ただこっちに強要してくんだバーカ、はい、あのだからあの動物を食べてる、肉を食べてる人最低とか魚を食べてる人最低とか言うのやめてもらっていい、マジで気持ち悪いから、うん、てめえがそれをやる分には別に構わないけど、うん、こっちにまで強要してくんのやめてもらっていい、でこっちがおかしい人みたいに言うのやめてもらっていい、うん、気持ち悪いから。